バリーはスイスのサンベルナール修道院で私益されていた山岳救助犬。現在のセントバーナードの祖先と言える犬種だが、バリーの体格は現在のスタンダードよりも小型だった。雪深いアルプスで山岳救助犬として、その生涯で40人以上の人命を救ったことにより、最も有名なセントバーナードと言われている。バリーは救助中の遭難者に、狼と間違えられて殺されたという噂があるが、これは事実ではない。バリーは救助犬を引退した後は、ベルンで余生を送り、死後にベルン自然史博物館に引き取られた。現在も剥製として保存されているが、頭部は1923年に当時のセントバーナードのスタンダードに合わせて修正されている。バリーの物語と名前は多くの文学作品の題材となり、記念碑がパリ近郊の世界最初の動物霊園とも言われるシムティエル・デシアンに建てられている。サンベルナール修道院ではバリーにちなんで、現在でも飼育されている犬にバリーという名前が受け継がれ続けており、2004年にはサンベルナール修道院バリー財団が設立され、修道院が中心となって繁殖されるセントバーナードを管理している。現在のセントバーナードグランサンベルナール峠に、位置するサンベルナール修道院の記録に最初に犬が登場するのは1707年で一頭の犬を埋葬したというシンプルなものである。1660年から1670年頃に番犬として修道院に導入されたと考えられている。ベルン自然史博物館が収蔵している古い頭蓋骨から当時の修道院には少なくとも2種類の犬が飼育されていたとされる。バリーが生まれた1800年には山岳救助犬として特別な犬が修道院で飼育されていたことが分かっており、一般的には牛飼いの犬と呼ばれていた。現在ベルン自然史博物館に保存されているバリーの体躯は現在のセントバーナードよりも小型である。現在のセントバーナードの体重が 65kg から 85kg であるのに対し、バリーの体重は 40kg から 45kg と推測されている。現在のバリーの剥製の体高は約 64cm だが、生きていた頃の体高はさらに小さかったと考えられる。年代によって数に差異はあるが、バリーは山岳救助犬として40人以上の人命を救助したと言われている。バリーの記録で最も有名なものは、凍てついた洞窟で、凍死寸前で眠っていた少年を救助したことである。少年の上に覆いかぶさって、自身の体温で少年を温めた後、背中に少年を乗せて、修道院まで運んだ。そして少年は一命を取り留めて、両親の元へ戻ったとされているが、少年の母親は少年を襲った雪崩に巻き込まれて、死んでいたという説もある。ベルン自然史博物館でもこの伝説の真偽は議論となっているが、動物心理学者のペーター・ケイトリンは著作で次のように述べている。最高の犬にして最高の動物はバリーである。バリーは首の周りに小さなカゴをつけて、嵐の日にも吹雪の日にも毎日のように山を巡って、風雲にも雪崩の下敷きになった遭難者を捜索した。遭難者を雪の下から掘り出して蘇生させ、自分の手に負えない時にはすぐさま修道院に駆け戻って修道像に助けを求めた。バリーは何人もの人々の命を救った。とても愛情深い性格で、救助した少年を背中に乗せて修道院まで運んでいく時にも、少年は何も恐れることなく、バリーに身を委ねることができた。ペーター・ケイトリン、コンプリート・スタディ・オン・アニマル・インスティンクト、シムティエル・デシアンの記念碑には、バリーは40人の命を救ったが、41人目を救助している最中に絶命したとの銘が刻まれている。この物語には続きがある。山で遭難したスイス人兵士をバリーが匂いをたどって捜索し、48時間後に雪にうずもれた兵士を発見した。バリーは兵士を掘り起こし、訓練されてきた通りに上に覆いかぶさって、自分の体温で兵士の体を温めようとした。しかし、兵士が目覚めた時に、バリーを自分を襲おうとしている狼だと勘違いし、手にしていた銃剣でバリーに致命傷を与えてしまったというものである。ジェームズ・ワトソンは1906年の著作、ザ・ドッグ・ブックで、この話は自身の友人で作家でもあった修道僧、トーマス・ピアスから聞いたものだとしている。しかしながら、バリーの死にまつわる、この物語は事実ではない。バリーは、修道院で救助犬として12年間使役された後、引退し、余生を過ごすために、修道僧によって、ベロンへと連れてこられている。その後14歳で死を迎え、バリーの死体は、ベルン自然史美術館に引き取られた。2000年には、バリーの栄誉と、生誕200年を記念して、ベルン自然史博物館が特別展示会を開催している。ベルン自然史博物館収蔵のバリーの剥製さん、ベルナール修道院ではバリーを記念して、必ず1頭のセントバーナードには、バリーという名前を付けている。バリーが活動していた時代には、バリーのタイプの犬には、犬種として確立した名前がなかった。バリーの死から6年後の1820年まで、バリーはアルペンマスチーフと呼ばれたり、アルペンスパニエルと呼ばれたりしていた。イングランドでは、聖なる犬とも呼ばれたこともあり、1828年には、ドイツのケネルクラブが、アルペンドッグという名称を提案している。バリーが余生を過ごしたベルンでは、その死後から1860年になるまで、同じタイプの犬をバリーにちなんで、バリーフンドと名付けていた。最初に、セントバーナードという名称が与えられたのは1865年だった。そして1880年にスイスのケネルクラブがセントバーナードという名称でこの犬種を公認したのである。ベルン自然史博物館はバリーが世界で最も有名なセントバーナードだとしている。バリーは死後に毛皮が剥製となってベルン自然史博物館に収蔵され、毛皮以外は埋葬された。剥製にされた当初は、現在のものとは異なり、頭を下げた、穏やかで人に従順なポーズのものだった。その後剥製の毛皮が劣化し20以上の再編となってしまい、1923年にゲオルグ・ルプレヒトの手によって修復された。修復の過程で、ポーズが当初のものから変更され、ルプレヒトと博物館館長の話し合いの結果、頭部の形も当時のセントバーナードに合わせて修正されている。元々のバリーの頭部はストップがより平坦だったが、修正後には頭部が大きくなり、ストップも明確になっている。動物画家として有名なエドウィン・ランドシーアの会が瀕死の旅人を救助するアルペンマスチフで最初に紹介された修道院での救助活動中に首輪に吊り下げていたとする神話とも言える。小さな損が追加された。この損は1978年に博物館館長のワルター・フーベル教授が取り除いたが、現在では再び追加されている。バリーの記念碑はパリ近郊の動物霊園、シムティエルでシアン入り口の反対側に位置している。文学作品などではサミュエル・ロジャースの詩、ベルナール修道院にバリーが登場する。フランス人作家アンリ・ボルドーが1911年に書いた小説ラネージュ・シュール・レパではバリーの業績を称賛している。ウォルト・ディズニー・カンパニーが1977年にサンベルナール修道院のバリーという題名のテレビ番組を制作しており、他にもランダムハウスの少年少女向けシリーズからはバリー、サンベルナールの勇者が2007年に出版されている。サンベルナール修道院2004年9月には、サンベルナール修道院で18頭のセントバーナードが飼育されていた。サンベルナール修道院、バリー財団は、山のふもとのマルティニ地方に、修道院のセントバーナード繁殖養犬舎を設立し、年間20頭ほどの子犬が生まれている。2009年に、マルティニにドッグミュージアムが建てられ、開館を記念して、ベルン自然史博物館から、バリーの剥製が貸与された。毎年夏に修道院は犬を連れた旅行者に修道院を開放しており、現在では遭難者捜索にヘリコプターが使用されているが、山で昔ながらの犬を使った捜索を体験することができる。東京消防庁の特別救助隊や消防救助機動部隊ではバリーが描かれたワッペンを救助工作車のドア側面と救助隊員の肩につけている。ありがとうございます。